はい、どうも柏店です。夕方になりましたけども、はい、てなわけでまあ早速行こうかね。すすき様、やはり頼もしくも強いから。すすき様って誰誰やったっけ、すすき様って。グヌー、グヌー、あれあれ、話しかけられへん。ガラン、あれこいつか、え、あ、これかとはいえ怖いものは怖いです。お前すすきやったっけもう名前忘れてたわ、そういえば。柏店さん、お仕分けにどうぞ。じゃあ行こうか。これの、あ、これね、はい、こいつで、このまま優雅にっていうことでねえからね。待って、でもこれ相手多分戦う人は水タイプやから、あ、つぼみでいこうか。つぼみで、あ、これが、あ、マンタか、なるほどね。これを、じゃあ、なるほどね、モンスターボール、スーパーボールで捕まえると。おー、あ、うおる、あー、いいね。どう、これで捕まえたいね。マンタって懐かしいな。あー、逃げられる。逃げといて、逃げといて、逃げといて。オッケー、捕まえた。おう、頼むよ。オッケー、やった。タマンタや、タマンタ、タマンタやったっけ名前それさえ覚えてないわ。タマンタやったよな。いいね。あ、なんかおる。あー、鉄砲王かな、これ。あー、なるほど。こういう風に捕まえ、なんかスローになるみたいなのがあったけどね。やったー、鉄砲王、ありがとうございます。あ、進化可能に、こう、あー、ちょっと待って。島ついたら、とりあえず、じゃあ進化からしようか。まあ、とりあえず、じゃあこのまま行こう。これ何の島なんや。ほんで、これいつなんや、こいつなんやったっけ、なんか島みたいな、あ、カラナクシみたいなやつか。確かそんなんやんな。オッケー、待って待って、カラナクシや、カラナクシ、懐かしい、おったわ。え、あー、フワライドもおるな。ちょっと待って、まあこのまま行こうか。あとはフワライドばっかか。フワライドはまあ行ったの、そのうちまた捕まえる機会ある。一回捕まえてみる、じゃあ。そのうちっつってたけど、あー、でも、あー、あれか、どうしようかな。戦うにしても、戦うにしてもやわ。水、あー、おるわ。待って、どこ行った。あ、ここか。あ、行って。さあ、これ人飛行みたいな感じやったよな、確か。アクアジェット、あー、でもそんな効かんか。当たり目、おー、結構効く。戦う、あー、どうしようかな。これでももう捕まえれたりせえへんかな。スーパーボール、あんな手抜きの手投げやない。ええけど、それでええならお前が。あかんか、あー、じゃあもうあかんかな。人生力、あかん。いやー、ヨン様、これから火のとこ行くから、あんまり頭数減らしたくないねんけどな。あ、効果抜群ね、たたり目で。ってことはこっちも効果抜群なんじゃね。親父だ。でもなんか貫禄あるよね、シャドーボール、親父のシャドーボール。うん、あ、倒しちゃったな。まあ、いや、じゃあ親父の方がええってことか。あ、まあいいや、じゃあ行こう。さあ、見えてきたけど、お、ちょっと待って、あ、ここ降りればいいのか。はい、降りましたと。ついて、あー、こっちね。あー、この辺まで来たら、あ、イベント入ったわ。お、すすき。皮膚き島、汗ばむというか暑いですね。暑い、暑いんや。しかし、幽霊と野党というものが妙な組み合わせといいますか、まあな、あんまりないよね。申し訳ないですが、柏店さんに先導してもらえると。お前全部俺に任せんな。だから励んねんぞ。ありがたい、ありがたいと思ったりして。ああ、ガーディ、今頃どんな目に遭ってるか。いや、そんなひどい目に遭う？まあまあまあ、とりあえず、でも、進化させようか、まず。大野と内山。進化。はい。さあ、最終進化やね。御三家最終進化させたら、なんか、また、ねえ。もう一個始まりというか、
こっからかなか、え、なんか違う顔。俺が知ってるバックフンとなんかちょっと違う。王の新しい技ひらめいてる。なんか思ってたのと違う。まあええけど、内山はかわいいな。内山かわいいわ、持って帰りたいわ。もう俺のやない、俺のやないけどさ、いやトトクラもかわいいねんな。なんかヒゲ、嘘みたいなヒゲやけど、うん、待って、大野の新しい技なんやろ。火炎放射来たね。火のこと変えようじゃ、うん、はい。あんまでもこの島では大野の出番なさそうやな。おお、マグマ、結構マグマ。あれは鉄のかけら、もう作られへんの。あれバック、あ、なんやったっけあいつ。あ、ブーバーや、そうブーバーや。まあ、いや水の波動で、あー、やっちゃうか。あー、強すぎるんか水の波動やと。なるほどね。まあここまっすぐ行ったらええんかな。あ、なんかあれあるね。何がゴロンとかかな、出てくるのは。お前かい。前かい、ゴロンでした。はいはい、じゃあこっちから力技の水波動で、まあ抜群やし削れるやろ。しゃあ、まあこうやってレベル上げながらっていうのも大事やからな。お前36、結構今だからあいつが一番レベル高いんか。これちょくちょく集めてるけど、あんまりちゃんとやる気ないねんな。やり込み要素やろどうせ、うん、まあまあ、あー、ゴロンはいいっす。ゴロン多いな。わ、じゃあさ、そう考えるとさっきのブーバー捕まえたかった。おる、ブーバー。わ、でもあれなんかあれ相手するとめんどくさそうやな。ちょっとブーバーだけ、ブーバーだけ、ブーバーだけ、うまいこと。あー、でもこれ全員とやっちゃうか。まあ、全員とやっちゃうか、めんどくせえ。早技、あー、どうしようかな。でも、あー、迷うな、これ。まあ、ブーバー倒しちゃうか。早技どう、早技で、あー、いい感じや。今なんであれ、どんぐらいいくら。あー、でも半分以上いくんか。ブーバーはハイングルマいかんやろ、あんまり。道具、まあ正直ブーバーさえ捕まえればあとは何でもいい。うん、さあどう、捕まってお願い。ああ、そう、ああ、今流れ当たらんかった。よしよしよしよ、ラッキー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 、地ならし、あかんあかん、耐えて、あー、あかん、大変か。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。水の波動効果抜群、転がる、まあどう、まあ親父でいこうか。まあ正直もうブーバーさえ捕まえれたらええから、体当たり効果ない。 OK、 ああ、鉄壁、あー、お前の鉄壁どうでもええわ。最悪ブーバーさえ捕まえたら逃げたらええし。タイングルマ、あー、そんな効かんな。親父強いねんな、普通に。道具、まあもうスーパーボール、まあ、最悪あの子ローン2体はヘビーボールで捕まえてもいいしな。オッケー、捕まえた、ブーバー、やったー。テルスロック、いて、尖った、お、食い、どこに食い込むねお前。またじゃあ逃げよ、はい、逃げよ、はい、諦めた、足いらないもん、逃げろ逃げろ。あー、ブーバー、まあねー、まあ嬉しいけどもって感じやな。あ、なんかあるな。あ、これは何や、サイダー、あ、おる、ちょっと待って、じゃあおるんやったらちょっと元気のかけらで。あ、でもどうやろうな、ヨン様、元気のかけら使った後に気づいたけど、ヨン様使うんかな。あいつら何使ってくんねやろ、それによるよね。ちょっと待って、じゃあ内山の初戦、内山なんか技覚えでなんかないんかな。
打ち余し、そういえばまだ動画内で使ったことないよな。なんかね、転がるだけか。あんまりまだ打ち余らしくはないか。打ち余らしくっていうか、なんか何、氷、冷凍ビームとかそういうの覚えてないか。粉焼きぐらい。あー、どうしよう。じゃあ、まあ、あるので行こうか。あー、まあ、でも行っか、どうせ。さやな、あるので行っか。あ、でもそっか、ゲンガー使ってくんのか。なんかやっとんな。ほら、進化しなさいよ。むちゃ言うな。ここに来る勇気のあるポケモンは進化すると言われていること。うちらは調べたんだから。お前、強くなるぞ。雑なことでやらされてる。バウバウ。かわいいわ。やめろー。また来たお邪魔虫。虫扱いされてる。うちが相手をするわ。やっちまいな、雪の王か。またなんか、雪の王か、あるのじゃなかったな、じゃあ。え、じゃあ普通に王のでよかった説ある?もうそんなソフトボールの投げ方するの。さあ、あるの。どうしようか。あんまり聞かへんやな。でも変えるのありやけどな。抜群。そやな、それ考えたらおうのか。あ、でもつぼみでもいいかな。あーでもそっか、氷来たら効果抜群か。どっちも。それ考えると、でもあるのあるの雷の牙で巻き狙いか。そっか、スタートミスったな。おお、あ、結構食らう。頼む。あー、しびれた。オッケー、しびれた。しびれたらいい。しびれたもん。力技、しびれろ、しびれろ。食らう落とし、あかんか。まあまあまあ、あるの、これで。ありがとう。いや、全然いいよ。サンキュー、サンキュー。じゃあもう、大野で行こう。もう勝ちやん。おお、なんか違う、大野。何それ、お前知らん。あ、待って、火炎車なってる。あれあれ、ヒノコに俺火炎かったっけ。まあ、いや、火炎車でしょ、いつもの火炎車で。まあ、倒したけど。なんか、残念やわ。ヒノコもうええのになっていう。ゲス内はなぜ敗北するのよ。お疲れ、ポケモン1匹しか持ってないからや。6匹おんねん、こっち。数で押せるわ。火山が熱いからさ、雪の方も本調子じゃなかったの。つまり、手加減してやったってことなの。大体こんな熱い場所で戦うなんて、雪の方かわいそうだろ。お前が出したんやのかい。破綻しとんな。アネージャだけだけど、アネージャだけどな、雪の方戦わせたの。ちゃんと突っ込むやん。行け、ドクロック、毒まみれにしてやりな。あれ、2連続でっか、そうでっか。まあでもこれは斧で無双できるか、こいつら。大野の餌食に何、お前ら嵐ファンか。わあ、内山、あれ内山になってる。なんか内山でもいっか。独自金いて、内山。ああ、どうしよう。粉雪早技。あの、そんな効かんか。水の波動。まあどうせあれやし、フライショットか。まあ効くな。毒好き、あかん。まあそうなるよな。あれ、次内山になんねや。まあいいや。じゃあ、ヨン様、あ、もういい。あ、大野じゃなくてよかったの。そうなると、ちゃんと右蹴られたけど、タイムルマ。なんか大野が美味しいとこ取っていくみたいなになってるけど、まあ御三家やから許してくれ。おう、なんか言え。このすっとこどっこい。ああ、己に腹が立つ。ストイックやな、意外に。ああ、でもそっか、これで内山、まあでもレベルまあまあ上げたからな。梅のように酸っぱい負けの味、ここへ前やな。あ、
最後来るか言ったよね、私銀河団に恨みがあると言ってたけど、関東から出張ってからの恨みつらみ、あなたに八つ当たりね。あ、やっぱ 3匹連続か、3人連続か。うわ、2匹おるし、お待つ。やっぱ長女はちょっとちゃうねんな。さあ、つぼみで見せて、おっきさの差よ。おお、優しくしてね。あ、まあでも吸い取るでいけるとして、どうしよう、しびれるもん、毒語なんか、行こうか。あ、でもしびれさしとく。早技でもあんまり変わらへんか。しびれ語なの、次の、自分の行動が、あ、そういうのあるね。はい、じゃあしびれ語を、まあ普通でいいねんけど、しびれさしとこう。オッケー、しびれた。まあじゃあ吸い取っていこう、あとは地道に吸い取っていこう。いいよ、地ならし。おお、危ねえ。じゃあ力技吸い取る。あんなテンション上がんねえ、ムテリアと。しゃあ、ありがとう。いや強いよ、いいね、つぼみ誘惑するね。ゲンガーよ、でも。あれ、力技。何くんの？メロンショックか。ああ、まあまあ、これはやられるやろうな。からのよ。ああ、でも、親父おるわ。なるほど、このために親父捕まえさせられた。じゃあ、悪の波動。まあ、普通の悪の波動でいっか。やったー。強え、親父。圧勝よ。あーでも3匹犠牲になってしまったな、深くね。落ち着いてんな、絶対その化粧みたいなの取った方がいいと思うけどな。お、技変えれんなった、やったぜ。待って、前半僕姉さん雪のもう大梅のドグロックも回復させたわ。こうやってすぐきっと元気に、ずっと元気にすれば傷薬のある限り戦えるってわけ。自転車操業もええとこやんけ、お前。お？あ、ガーディー、かわいいわ。ちょ、何このおちびちゃん。一発に邪魔するなってちっこいくせに。ちっこい、かわいいやろ。バウバウ。やっちまいな、ドグロック。あれ、もう生き返った。暑くて悪いけどさ、生きない雪の。ポケモンにその優しさはあんねんな。自分の。ガーディー、およしなさい、勝てっこないのです。ああ、ガラナさん、どうしてここにガーディーと待っているはずでは。来ちゃったってやつな。あの子が飛び出して海を渡り島まで、どうやってどうやって、あんなに海を、父である仙台キングが消えた、海を恐れていたのにですか。めっちゃびっくりしてる、ひんむいてるやん。ギャグ漫画の驚き方してるやん。グヌン、かわいい。そこに来てグヌンはかわいいぞ、お前。ウォーン。あ、何？なんか共鳴してる。どういうこと？え？あ、進化した。進化する？あー、進化した。あー、なんか角いらんな。勇気を示しましたね。先代のキングの子供が進化を。勇気とは海を渡ることではなく困難に向かう強さを示すこと。おう、なんか勝手に進んでいくな、テキストが。なんだよ、そっちが進化するの？ねえ、なんかおかしくない？おう、どうした？あ、歪んでる、時空がまた。おお、めっちゃ振動してる、コントローラーが。あれ、暴走した？何？どういうこと？あれ、ガーディ？進化した。え？ガラナさん、危ないですよ。ウォーン、あれ暴走する。え、まさかこっからまた戦うことなんで。グヌオ、どうしたのですか。
不思議な雷を浴びて、あ、やっぱそのパターン、他のキングやクイーンと同じようにですから、この島に来るの嫌でしたのに、あでやるの、あーもうさっきまで有頂天気分だったのに、元おちびちゃんのせいで、元おちびちゃんってね、台無し、妹たち逃げるよ、命があってのものだねだからね、まあそれは正しいけどさ、判断早いな、うろこだちさんもにっこり、お待ちなさい、あなたたちの方、目怖い目怖い、殺す目してるからなさ、ヤンデレの目してたけど、ガラスさん僕たちも逃げますよ、このままではウィンディーに襲われます、さあ柏店さんも急ぎましょう、あこれでまた逃げなあかんの、あ戻ってきた、置いてきちゃったけど、ガラナちゃん、あ、カイさん、ガーディー、いえ、ウィンディーをどうするの、なんとかして沈めないとな、私はあの子を世話するキャプテンとして、あの子を守ります、全力で、父にあれ乗ってんの、ゴーグル、エロくね、カシアテン様、荒ぶるウィンディーを沈めるには、沈め玉がいるな、また沈め玉だよ、はい、どうしたのですか、私だって真珠団の長だよ、ガラナちゃん、さっきは流しましたが、その呼び方をおよしなさい、ちゃんづけなんで、でもそうでした、ちゃんづけあかんねや、神凪の笛でポケモン呼び、広大な翡翠のどこにでも行く、だから長に選ばれたのでしたよね、アラブルキングについてもちょっとは詳しいよ、特殊な技術でポケモンの構造を沈め玉と称して投げるんだよね、柏店さん、おおこっくり、あのでしたらガーディの好物は僕が持ち歩いてます、あ、そうなの、イダイトの好物を作るとき炎を出してくれるお礼として、うん、ああなるほどね、さすがススキ様、手際の良いこと、沈め玉とやらを作れますね、はい作るとしましょう、トントン拍子の話が進むね、あ、今作んねん、あ、今作んねん、できた、できました、スズメ玉です、沈める用意ができましたら僕に声をかけてください、オッケー、あー、じゃあまあここで一回切るか、ポケモンとかいろいろ復活させたいしね、カツラテンさん行かれますか、うん、行く、行かれますかって微妙に敬語じゃないよな行きます、え、敬語なん、行かれますか、お行きになりますか、何やろ、では柏店様、はい、キングとなったにもが、そうキングへ主ちゃう、アラブリクレシームウィンディをよろしくお願いいたします、オッケー、気をつけて、先代のウィンディは立ち止まって光を集めた後に強烈な攻撃を繰り出していたよ、はい、返してる間は技を食らわないからね、オッケー、じゃあまたいつもみたいに戦いになるのか、3体目やね、熱そう、熱い熱い、ウィンディー、やる、まあやるんやろうけど、おう、どうすんの、どうなんの、あーあー、ちょっと待って、めっちゃ容易に近づいてもうた、おお、ちゃ、ちょ、いって、これどうしよう、絶対あれ、押しつけて注文する、あー、なるほど、もうここだけない、あー、もうこの一点突破だけやねん、なるほど、あぶねえ、これどうすればいいんやろ、まあ、こうやって、まあ、地味な、あー、なんか来た、何あれ、あーちょっと待って、どうすんの、あれなんなん、あれ何、ちょ、あれなんなん、あれなんなん、どうすんの、あれどうなんの、うわー、いやもう死亡、え、あれどうすればいい、なんかのタイミングで避けるしかないよ、全然食らわない、全然食らわへんし、あー危ね、いて、これあかんのじゃ、俺、あー、これダメかも、クリアできねえかも、あんまり、これまあタイミング合わせてワイなんやろ、あー、これ
これどうすんの、この間に攻撃するとか。あ、なるほどこれ、あーなるほどなるほど、あ、そういうことか。ちょっと待って、ヨウ様、なるほどな、あの数の分だけ沈めたまなければいい。あーなるほどな、あーそういうことか。言うてや、あ、ちょっとクリアのあれが見えてきた。さあ効果抜群のぐらい、あ、いった、おーいいよ。で、このままこうやって当て続けるね。あー、クリアのあれが見えてきたね。あー、ちょっと待って、痛い、赤い、あかん、もうあかんかも。あー、危ねー、なるほど、このまま、あー、危ねー、あー、当たってたけどな。あと1、2回やったらあかんな、これ。あー、さあ、OK、これは OK だよ、これは OK だよ。あいつはでも関係なくマグマの上行くねん、踏んでたもん、スタートから。 OK、 1、2、3、4、5、6、 OK、 なんか何個か届いてなかったけど、今外してたら危なかったな今。あ、これは水の、あ、間違えた、水の波動、力技水の波動で一発っていうことが分かる。う、頼むよ、ヨウ様。よっしゃー、これで、あとでも、あー、もっと、あかんか、あかんか、あと1回やらなあかんか。おー、あー、怖いな、あれ。おー、なんか変わった、あぶねー、あぶねー、あれあかんのじゃん、言ったら、あれ言ったらあかんやつよな。そう、あれいつ消えんの、そう、怖いって。あぶねー、怖っ、てかあれ俺の回復手段ないんす。あぶねー、あぶねー、あ、いって、あー、あかん、負けた。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。